まあ、もしかしたらね、陣ヶ岳の北方はいけないのかもしれないですよね。こう登っていってもいいんだけど、高山植物あるしね。どうせ来るなら登りたかったなっていうところですかね。まあでもそれもね、一応ね、中本まで行ったんで、信州百名山、ね、達成してますよね。お、人がいますね。よし。すみません、聞いていいですか。爺ヶ岳の北方って行けない、もしかして。行けないって聞いてる。行けない。あ、行けないんだ。ずっと今こう道探しながら来て行けなくて、あれひょいとしてそこから登ってきたんかなって今ちょっと思って聞いたんだけど、そうではない。南方と中方しか行けないって聞いてます。あ、わかりました。そうですか。ありがとうございます。はい、じゃあお先に。お先行ってこっちです。あ、こちら帰るとこですね。はい、すいません。どうも、お疲れ様です。うわぁ、もうこれ見てくださいよ。完全にね、鹿島槍ヶ岳がガスっちゃってますね。もう本当に小屋行って。もうゆっくりしましょうかね。うん。まあそんな感じです。で、明日はね、ちょっと厳しいですけど、8時間から9時間コースで、今日よりハードだと思います。で、ハードといってもね、今12時18分なんで、約7時間ぐらい歩いてるのか。今日、で、もうこんだけ歩けるってことはね、もう小屋に着いて、服乾かして、湿布を貼ってやればね、もういいと思う。うん。で、あとはね、もう種池山荘までね、明日つければもうね、あとはもう本当に下るだけなんでね。あ、でもね、失敗したね、ひげ剃ってくれなかったね。まあ、ちょっとね、今聞いた話ね、さっきも、あ、そっか、カットしてる可能性があるんで話しますけど、さっきね、4人組のね、男性の方に会ったんですね。でね、教えてもらえますかってことでね、爺ヶ岳の北方ってどうやって登るんですかって聞いたら、まあ、北方はね、行けないそうです。うん。そう、ことです。中と南だけみたいですね。だからこうやってね、こう見ると結構歩いてきましたよね。このまっすぐがね、南方で、あれ
南方でいいんだよね。でその横が今隠れちゃってますけど中方があるんですよ。そこまでしか行けなくて北方はね行けないそうです。まあ行けなきゃいけないんでね、一応信州百名山ね、まあもともと達成してて写真がなかったんだけど、まあ写真がね今回ね撮ることができましたのでね、新たに信州百名山再追加みたいな形ですからね。いや嬉しいです。いや、まあ、ちょっと一休みするしようかな。もう霧も出てきたしそんなに日差しも強くないしね。じゃあねちょっとね一旦ねスイッチ切ります。それでですね今ねアミノ酸ねまた飲みました。2000、まあアミノ酸はね補給する分にはまあいいと思ってるんで、まあ、忘れ物ないですね。まあアミノ酸ね、うん、補給しました。多分ね、そろそろもう小屋だと思うんで、小屋、あ、そうか、小屋の前に、小屋か、小屋だよね。ん？待てよ、小屋の前だっけ？あれ、また忘れてんな。大谷原に抜ける分岐が手前にあったんだっけ？そこが覚えてねえや。じゃあ明日はね、鹿島行った後は中方と南方は無視して帰りますね。はあ、まあ本当に、また人が前から来ましたね。多分そこ越えればもうあれなんでしょうね、もしかしたら冷たい系酸素なんでしょうね。ん？何の匂いだ？なんかね、今ね、すごい変な匂いがしましたね。この匂い、糞の匂いじゃない。糞の匂いっぽいんだけど、よし、そこまで行っちゃえ。はい、どうぞ。こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。あれ、もう一人いなかった？3人いなかった？
あ、2人だけ、はい、あ、ごめんなさい、遠くから3人に見えた。あ、私たち。あ、そうそう、あ、どうも、はい、どうも。ほう、雪が、あそこね、雪がありますね、残ってますね。歴馬っぽいですね。おお、あそこどこだろう、白いところ。あ、あれなんだ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 、多分ね、この下がもう大谷原だと思うんですよ。うん、ホタルの小袋が咲いてますね。こんな感じで、あれ、扇沢じゃないのか、まだちょっとこっから見たんじゃちょっと道が分かんないな。まあ、や、行こう、落ちないように。はい、どうぞ。ありがとうございます。こんにちは。いやー、結構ね、奥深いですよ、これ。こんにちは。もうね、こう見るとね、あそこ谷池なんだけど、案外こっちすぐ近く見えたんだけど、歩いてみるとね、結構距離ありますよね。反対側に来てね、初めてこんなに遠いんだっていうのは分かりました。ああ、避けるところが。あ、すいません。ありがとうございます。すいません。よし。おお、これブルーベリーじゃないよね。ブルーベリーっぽかったんだけど、今。なんだろう、この匂い、糞のような匂い。クマがいたりして、うわ、すごい、この絶壁。まさかあれを降りてなんてことはやりたくないな。すごいですね、断崖絶壁とはこのことですね。へえ、じゃあ降りてきますかね。もうね、肩が痛い、本気で痛い。
とリュックが重すぎたかな。まさかその断崖絶壁を降りれば大谷原なんて言わないよね。ね、正直言うとね、結構もう6時間も歩いてるんで、足に来てないかっていうとね、結構来てますよね。だんだんね、くじ数も減ってきてますし、やっぱね、ちょっと変なこと言ったかもしれないですけど、ね、話すネタももうなくなってきちゃったし、本当にね、足痛いってわけじゃないんですよ。どこも痛くはないんだけど、なんかね、カクンカクンしてるって感じだね。私も昔ね、こういうことあったんですよね。だいい感じだと思います。こんにちは。どうぞ。いえいえ。あ、小屋が見えてる。どうも。はい、どうも。ちょっとね、今カメラがね落ちたりしてるんですけど、そこちょっとごめんなさいね。今必死なんです。結構また下がるんだね。さっき今そこにねすぐ小屋が見えたんでね。いやー、多分ね今の自分ねすごい汗臭いと思うんですよね。信じられないぐらい汗臭いな気が。まだね結構みんなこっち来るってことはあれかな、やっぱあれ五竜越えてキレット小屋越えて鹿島越えてきた人たちかな。そんな感じだよね。
こんにちは。はい、今ここまで来たんですけど、見えましたね、冷たい池山荘で、冷たい池山荘からね見ていくとね、多分その上広場あるんですけど、なんか黄色いもん見えない、あそこテント場かな、わかんないけど、キャンプ場わかんないですけどね。で、冷たい池山荘があって、そのずっと上行くとね山があるんだけど、それが布引山ですよね。で、そのさらに上が鹿島槍ヶ岳なんだけど、もう完全に雲かぶっちゃってますよね。登っても景色見えないって感じですね。で、ここをねから見るとね、やっぱねこうもう分かるんです、自分の家が見えてるんで、見えてるというか大体あそこら辺だっていう感じなんですけど、本当のこと言うとね、はあ、まあそんな感じだよね。まあそんなとこですかね。あれ、ちょっと待てよ、そのそこにある白いのが多分鹿島川だと思うんだよね。そう、鹿島川だ、はあはあ、あれ、来ますか。あ、違います、あのあなたがここを通りますか、待ってんですけど、はい、あ、いえいえ、いいですよ。あ、いやでもすれ違いないんで。はい、すいません、ありがとうございます。あ、これが見えなかった。ここすれ違えるんですね。ありがとうございます。どうも失礼します。どうも。おお。登った人いるけど登っちゃいけないって書いてないから。もう小屋そこだしね。あ、晴れる？無理だな。この上は何なんだろう。すごいな。あ、あ。すごいですね、この岩ね、割れたような岩ですよね。ほう、あそこはね冷た池でこうずーっと鹿島はちょっと今見えていなくて、ぐるーっとこう回っていってますね。でちょっとね山の形がもう分かんないんで、何山か分かんないんで、多分ねもうこっから見ると多分あっちの向こう見えてるの長野市だと思うんだよね。長野市ってことは長野市の左側、あそこら辺がね虫倉山があると思うんですよ。でそのね横の方行くとね、多分どの山かわからないけど、もう黒姫とかあの飯綱山で、これ妙高かな、妙高日内かな、そんな感じですよね。でもうその雲の向こうはね全然もう見えてないんだけど、あそこになんか見えてんだけど、あれなんだろう、浅間山じゃないよね、なんかそんなような感じだよね、うん。でね、まあそこがね大町市ですので、今歩いてきたねこの山々たちでっていう感じですね。じゃあもうこれでね、冷たい池山荘もう行きましょう。でチェックインしてもうね休みましょう。でね、今ここで標高はね2487で、時刻は12時41分ですね。うん。でね、今回思ったのがね、思った以上にやっぱね長時間私歩いたんで、まあ4年ぶりですよね、こんなに長時間歩いたので。ね、やっぱ体力がまだまだだなっていう、ちょっとすごい反省をね今回はねしましたね。うん、反省してます。なのでちょっとね山系さんのコースタイム通りには、ね、来れなかったです。まあちょっと柏原新道だけは
途中で花をね取ったりとかいろいろしちゃったんで、ちょっとコースタイムとぴったりぐらいだったんだけど、柏原新道からねこの冷たい池までね、多分基本的にはトータルで6時間って見てたんですよね。だから6時から登ったんだよね、6時6分から登ったんで、6時6分だから12時6分にはもうあそこついていないといけないのに、今ね12時43分なんですよ。ってことは12時43分ってことは30分以上コースタイムをオーバーしてるってことなんですよね。ってことはやっぱあの体力落ちてんなっていう結論ですかね。まあしょうがないです。で足の方はねちょっと左膝の方がねちょっとあの筋肉痛っぽいような感じになってきてます。まあ今日湿布薬も持ってきてるんで大丈夫だと思うんですけどね。そんな感じです。はい。